草吉族はイネ科の必子植物である。草吉族の様々な種は南極大陸を除くすべての大陸に自生している。海抜下から数千メートルまであるいは湿地帯から乾燥地帯へと広い範囲を生息地とする。一部の種は牧草として利用される。含まれるアルカロイドは家畜にとって害を及ぼす。牧草として利用される草吉族の植物は 家畜のファラリス中毒の原因となるアルカロイドを低減させた品種が利用されている。ファラリス中毒の原因には少なくとも8種のインドール核を持つアルカロイド、ホルデニン、グラミン、ジメチルトリプタミン類などが含まれていることが考えられ、北米でのリードカナリーグラスによる死亡例はないが、ニュージーランドでは羊の死亡が報告されている。これに関連してファレリス・スタガーズは 立てない、ふらつき、頭を振るといった、神経症状のことである。ゴメオ DMT は、半数動物では、スタガーズの原因となるが馬には起きず、ブフォテニンとして排泄できることが確認されている。羊、あるいは稀にうシなどの家畜にとって、有害なグラミンが含まれている。グラミンは、脳、中枢神経系、その他の臓器への障害や、草よし、鬼草よし、 ファレリス・ブラッケストシスは、ジメチルトリプタミン、ゴメオ・ DMT、ブフォテニンのアルカロイドが含まれていることが知られている。いくつかの研究で、草吉属のアルカロイドは、個体感などで、含有量に、バラつきがあることが分かった。アルカロイドを高濃度に含む系統は、潜在的に毒性が高いため、それらが生える場所は、牛や羊の放牧地としては避けられている。それらの系統には、 パレリスアクアティカエ Q-1P ブラッケストシスが含まれている。季節や天候パターンもアルカロイド濃度に影響を与えると思われ、秋あるいは干ばつの時では最も毒性が高まる。放牧や草刈りを行った後に再成長する際もアルカロイドがかなり増加することが示されている。P カラフォーニカ、カナリークサヨシ、ヒメカナリークサヨシ、P アンドネシャと ピーアクアティカとの雑種には蒸気のアルカロイドが発見されたとの報告はない。いくつかの種は乾燥させてフラワーアレンジメントに使用されている。かなり草よしは一般的に鳥の餌に利用されている。アイルランドでは草よしは潜在的なバイオエネルギー源として試されている。ありがとうございます。